事務所の壁にぶつかって反射的に壁に向かって謝っているのを見たわ。あるじゃん。っていうか何それ、あやちゃん変なの。その後でぶつかったのが壁だって気づいて壁相手に怒っていたわ。めっちゃあやちゃんっぽい。やっぱあやちゃんって面白いな。見てて飽きないよね。後であやちゃんが来たらその話詳しく聞こうっと。やめてあげた方がいいんじゃないかしら。そういえば千里ちゃんは新しい衣装どんなのがいい？私はね、やっぱりルンってくるのがいいかな。未だにひなちゃんのルンってくる感じがよくわからないのだけど。そうね、デザインに特にこだわりはないわ。ただ衣装を着た時にパスパレの自分っていうものを自覚できるようなものがいいかしら。パスパレの自分？ええ、ステージに立つ時に衣装を着ると